連合国軍に逮捕された後のヘルメルゼンエルビンフォン。ヘルメルゼンはドイツの軍人、医師。ナチスドイツの時代、親英隊の軍医将校としてアウシュビッツビルケナウ強制収容所の収容所付け医師を務めた。最終階級は親英帯隊隊医。1914年、ブレーメンにて貴族家系のヘルメルゼン家に生を受ける。 初等教育を受けた後、1930年代には、ン大学にて、医学について学ぶ。1933年には突撃隊に入党。党員番号は4.194-453だった。国家社会主義ドイツ学生同盟にも所属し、後に政治教育部の職員及び指導者を務めた。1930年代半ばには、国家労働法師団に志願して、 兵役の免除を受けたとされる。1940年 SS に入隊。隊員番号は372.240だった。第二次世界大戦勃発後、陸軍の第310不評連隊二軍医として配属され、後にベルリンの第3衛星大隊に移った。1942年12月からはベルリン・リヒターフェルデ SS 病院に勤務しつつ、 ビルヘルム皇帝研究所にて、博士家庭学生として、フリッツ・レンツ博士に指示する。1943年8月、論文、ブコビナのドイツ人集落に見られる、アルメニア人一族の子孫によって博士号を得る。1943年8月から1944年10月まで、ホン・ヘルメルゼンは、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所に、収容所医師として配属され、 ジプシー収容所にて勤務した。彼は、ガス室に送る収容者の選別や、カール・クラウベルク博士による人体実験に関与したと言われている。1944年10月以降は、第 500SS 高果両兵大隊と、プラハ s S 病院に勤務した。敗戦後、アメリカ管理課の捕虜収容所に送られる。1947年10月14日、ポーランド人民共和国へと移送。 1949年1月17日、クラクフ地方裁判所からの死刑判決を受け、4月12日に処刑された。ヘフタフ・ホン・アウッシュビツ、アウスガーブ15、スター・トリシャス・ミュージアム・アウッシュビツ・ビルケナウ、1975、S65。ありがとうございます。